日本勢の大活躍で終えたフィギュアスケート2022-2023 シーズン。例年新シーズンに向け更新される JSF の強化選手が7月3日に更新され、りくりゅうらの素敵な画像が投稿されたり、アイスショーで新プログラムが披露されたりと、新シーズンからにぎわいを見せています。オリンピック後のシーズンながら、これまで強いとされてきた男女シングルだけでなく、ペアやアイスダンスでも世界中を魅了した日本勢の選手たち、新シーズンに向けても期待の声が寄せられる中、3日正午に JSF 日本スケート連盟が新シーズンの強化選手を更新しました。男子シングルで特別強化選手に指定されたのは、現在世界ランク1位の宇野昌磨選手をはじめ、フィギュア的大晦日の6月30日から開幕されていたドリームオンアイス2023横浜公演で新ショートプログラムを披露し、応援を力に変えて頑張りますと抱負を語る友野一希選手や、シンフリーを演じ今シーズンも成長した姿をお見せできるよう精一杯頑張りますと語った山本草太選手、同じくシンフリーで進撃の巨人を演じ昨シーズンの悔しさを晴らせるように頑張りますと語った三浦佳生選手などと、期待せずにはいられないメンバーが勢ぞろい。また女子シングルでも現在世界ランク1位の坂本花織選手がまだまだ成長の途中段階と期待を述べると、ドリームオンアイスで新ショートプログラムトゥーラブユーモアを華麗に舞った三原舞依選手が、一つ一つの大会で大切に全力で頑張りますと述べるなど、こちらも期待大。また昨シーズンの世界ジュニア選手権において揃って表彰台に上がった島田麻央選手と中井亜美選手も名前が挙げられており、アイスダンスの小松原美里選手、タケル選手組は日本のアイスダンス界のために頑張っていきたいと抱負を述べてくれていました。そして日本勢初となる年間グランドスラムを達成し、新シーズンも期待の三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペアは、今シーズンは私たちにとって挑戦の1年、滑れる楽しさ嬉しさをお届けできるよう精一杯頑張りますと述べてくれており、ホームページトップに素敵な画像が。そんなりくりゅうは現在練習拠点に合宿に来ている新生ペアのユナスミとさえルカと共に写る画像が投稿されており、これを見たファンの方々からは日本ペア選手勢ぞろいと喜びの声が寄せられ、新シーズンに向けたプログラムも期待されているようでした。この強化選手たちからの抱負をご覧になったファンの方々からは、日本スケート連盟の写真のチョイスが素敵すぎる、今年も期待大です、全選手の皆さんが怪我なく満足いくシーズンになりますようになどといった期待の声が続々と寄せられています。シニアのグランプリシリーズは10月下旬からスタートしますが、国内ローカル大会はすでにスタートしていますし、今シーズンもチャレンジャーシリーズやジュニア大会からも目が離せないシーズンとなりそうです。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。日本スケート連盟の写真のチョイスが素敵すぎる、特にりくりゅう素敵。JSF のホームページの写真が新年度バージョンになって、りくりゅうがトップページにも、これは本当に嬉しいことです。山本草太選手、昨シーズンの頑張りで特別強化選手選出おめでとうございます。翔馬くん、ついに写真が変わった。昨シーズンまでピョンチャン前の写真をずっと使ってたもんね。
皆さん素敵な写真になっているし、抱負も力強くて期待できる。それにしても男子勢はどうしてこうもサウナ好きが多いのかね。日本女子は世界ランク上位者が大勢で、新シーズンも本当に楽しみです。スケレンの強化選手、特に女子は、あら皆さん可愛いじゃないの。お写真のチョイス、今回はグッドね。女子はしっかり若手も育ってるし、今シーズンは下からの突き上げがあるのではと、ヒヤヒヤワクワクしています。今シーズンもみんなを全力で応援します。新シーズンの始まりですね。ペアのチームジャパンが勢ぞろいしてて嬉しい。今みんなオークビルで頑張ってるし、その成果を試合で出して、みんな笑顔でシーズンを終えてほしい。新シーズンの始まりに日本のペアが同じリンクで練習しているとは、皆さん怪我なく良いシーズンとなりますように応援しています。りくちゃんの挑戦の一年って言葉が、今年はやってやるぞってやる気に満ち溢れてる。ペアとしてはりくりゅうだけだけど、ゆなすみの森口くんはペアとしてじゃなく、シングルとして強化選手 A なのかな。森口くんがシングルで強化選手 A に入ってるのが改めてすごい。もったいないと思う反面、それだけ才能ある選手がペアで頑張ってくれるのは嬉しい。グランプリシリーズアサインを見てると、これからまだ強化選手増えるのかなと思う。毎年楽しみにしてる強化選手写真、その辺でスマホで撮ったみたいな人と、写真館でバチバチに撮った人がいて、温度差がいい。新年度のフィギュア強化選手のページが更新されましたね。全選手の皆さんが怪我なく満足いくシーズンになりますように。